動詞少女よ適用で。でこちらはどなたが？あ、じゃあ、私があらすじを、はい、お願いします。はい。第二次世界大戦中のソ連モスクワ近郊の村で狩りをしながら平和に暮らしていた少女セラフィマは、うん、突然襲撃してきたドイツ軍により家族や友人を失う。セラフィマは母を殺したドイツ人狙撃手への復讐を誓い、狙撃訓練学校で厳しい訓練を受ける、うん、女性狙撃隊の一員となったセラフィマは狙撃手として独ソ戦を戦い抜いていくといったお話です。あ、なるほど。だからこの表紙はこんな雪山というか、うん、なんですね。ロシアが舞台、ロシアというかソ連か。そう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 、うんうん、私この、うんうん、この時代のことあんま知らないんだけど、うん、この第二次世界大戦においてこのソ連だけが前線に女性が立ったらしい。他の国ではその何だろう、支えたりするところに女性はいたりするけど、うんうん、こうやって実際に銃を持ったりとかして前線戦ってたのはソ連だけらしいです。あ、そうなんだ、うん、それ知らなかった。だから実際にこういう少女が何人もいたっていう、うんうん、へえ。それはでもあれなの、志願してるのかな、みんな。どっちもあるんですか。この作品だとほぼ、うん、なんだろう、その例えばこの主人公セラフィマだったら、さっきつみるさんもあらすじ言ってくれた通り、自分のこう村が襲撃されるんですよ、うんうん、で自分以外こう殺されちゃうんですよね、うんうん、でそれでもう敵に対してそう復讐をするっていうことで、うん、こうあの狙撃部隊に加わっていくっていう、うん、なんかね、その自分から行くんじゃなくて、その孤児っていうのかな、うん、なんかそう一人ぼっちになっちゃって、なんかね、うん、スカウトに来るのよね、スカウトみたいな、うん、ああはいはいはい、そうで、なんかその狙撃訓練学校にそのなんかその孤児になっちゃった少女たちが集まってるみたいな、そんなのが割と序盤であるっていう感じ、うん、これそう読んで自分が本当に痛感したのは、本当に環境とか状況が変わるとこういった少女とかでも簡単にこう変わってしまうんですよね、うんうんうん、例えばこういう少女たちがこう狙撃訓練場でこう訓練をして、であの実戦にこう入っていくと、もう人を狙撃することに対してこうなんかあの楽しいというか、こうあの数がどんどんカウントされていく。その狙撃手ってこう敵を何人倒したかっていうのをあのカウントしていくんですよね。でそのカウントが上がることにこうあの喜びを感じていくっていう風なあの風にあの変わっていってしまったり、そういうのが読んでて、ああ、さあの最初はただの少女だったのに、なんかもう今はこんな風にそうそう、変わってしまうんだっていう、まあ、確かにね。でも そうやって変わらないと多分戦えないんだろうなって思うと切なくなっちゃう。もともとはね、まあ、あのおそらくそんな人を殺すなんて多分全く考えてなかっただろうし、うん、多分その人にこう突っ込んで例えばナイフで腹を刺すとかそういうことだったらさすがにっていうのがあるかもしれないけど、狙撃って結構距離あるから割とゲームに感覚が近くなっていっちゃうっていうのは、うん、その手段としてもねあったりしますよね。なるほど。ちなみにやっぱそこジョジョさん的にはそこ、その人が変わっていくなっていう、そのこういう環境に身を置いたら平気で人も殺せるようになるんだっていうところが面白かったっていう感じ、はい、うん、あとその一方やっぱこの、 あの仲間内はこう同年代の少女同士なの でそこら辺でその書かれるそういう、うん、あの友情や描写とかも結構良かった、うんうん、あ、うん、一緒にね、やっぱ狙撃訓練学校で切磋琢磨する仲間たちと一緒に戦場へ実際に行ったりするので、うん、だからそういう仲間たちがいたから多分そういう狙撃もできたんだと思う、うんうんうん、自分個人だけだったら多分もう早いうちでちょっと精神がこうやられてしまったんだけど、そう、うん、ちなみにその仲間たちとの掛け合いとかっていうのはどんな感じなんですか。やっぱそこはすごい少女っぽく描かれるんですか、それとも結構平静っぽい。そうですね、こういうシーンもねあって、そう、うん、自分があの好きなシーンはあの サウナに入るシーンがあるんですよ。バーニャね、バーニャ、そう、あのバーニャ、バーニャっていうロシアの、そう、あのそうロシア風サウナみたいな、うんうん、でそこに入った時はもうみんなねわーわー騒いで、うんうん、
それまでその戦場で人撃ってたのに、うん、そのサウナに入った時はみんなでこうわーわーたたあの楽しんだりするっていう様子が。へえ、あ、そうめちゃめちゃジョジョさんらしい視点で私あれあのお部屋のお片付けする場面好き。ああ自分もすごい良かったな。うん、へなんかそう微笑ましいそんな場面もあるの、うん、あなんか苦手な子がいて周りがそうそうそう、あそんぐらいやれよみたいな配されたりとかするみたいな。まあそれは読んでみて。あ、わかりました。そうですね。そうそう。そうですか。ちなみにそのミヤさんはこれどういうところが好きでした？そのまあちょっと今片付けのシーンの話はあったけど。っていうのとちょっと変わっちゃう話になってもいい？あ、いいよ。私この小説読んだ時ちょっと結末に納得がいかなかったんですよ。ほうほう。でそこまで面白かったんだけど結末でうんこれかって思ってしまって、でその後その実際にこのロシアの独ソ戦で戦った女性500人にインタビューをしたっていう、うん、その戦争は女の顔をしていないっていう本を読んで、それを読んだことでこの同志少女敵を撃ての結末の重さを、うん、知ってしまったっていうか。おー、そうなんだ。戦争女の顔していないで、その、うん、本当にだから独ソ戦があった後、うん、戦後のロシアのロシアソ連なのかな、ごめんねそこら辺あんま分かってない、うんうん、のなんだろう現実みたいなのをその戦争女の顔をしていないで知ってから同志少女の最後をもう一回読むと、うん、うわこれこれってなった。へえ、そうなんだ。のでそのまあ、同志少女を読んだ後に、うん、もしよければその戦争女の顔をしていないっていう本も、うんうん、ぜひ合わせて読んで、それは狙撃手だけじゃなくて、うん、いろいろな、なんていうの、役割としてその戦争に参加した女性のリアルの声の集めたお話なんですけど、うんうん、そうだね。これなんかノーベル文学賞取ったんだっけね、これの書いた人がね。あ、そうそう、あそうです、そうです、そうそう、ね、スヴェトラーナ・アレクシエービチさん。そうそう、うん、これさ本当だから80年とか それぐらい前の話なんだよ ね、うん、そうだね、言ってしまえば、うん、で実際に本当に女の子がこうやって銃を持って人を殺してたって考えると、うん、この小説ってすごく読んでてリアリティはないけどこれが現実だったんだよなって、うんうん、思って。あ、ね、うんうん、あそう、これにすごい現実というかなんか生々しさ感じるっていう人もね、うん、もちろん意見としてあって、うんうん、それもいいんだけど私はあんまりこれ現実感感じなかったの、うん、読んでる時、うんうん、なんだけどこれ現実なんだよなっていうのが面白かった。なるほどね、うん、ちなみに戦争は女の顔していないは Kindle 版で今アンリミテッドで開放されてるので入ってると無料で読めますよっていうのと、あと漫画もあるからね、あの時間ない人とかは漫画で読んでもいいんじゃないかと思います。これ最後に何かこの本つみれさんが一番喋って、あーまあでもごめんねごめんね、全然いいですよ、うん、でちょっと喋っ、はい、ちょっとなんかよかったら、あ自分ね恥ずかしながら歴史好きとか言ってるんだけど、うん、第二次世界大戦とか全然詳しくないんですよ。あでもわかるそれ、うん、そうなんだけど、自分ねだからこれ一番いいよって言ったんだけど、うん、自分の視点がちょっとすごく特殊かもしれなくて参考にならなかったら申し訳ないんだけど、うん、自分歴史小説に求めるもので結構なんていうのかな、その高い位置にあるのが、うん、その読んだ後にその書いてあったことに興味を持てるかっていうことをめちゃめちゃ重視するんですよ。あーなるほど、はいはいはい、そうで自分これ読んでる最中からめちゃめちゃそのウィキペディアとかでこの周辺のこと調べまくって、うん、要はそういう楽しみ方をしたのね、この作品に対して。うんうんうん、でなんか自分がそういう楽しみ方するときって、その歴史小説をめちゃめちゃ楽しんでるなっていう感じがするんだけど、うんうん、この作品ってね、そうだったんですよ。だからその自分に対してその第二次世界大戦で、しかも第二次世界大戦の独ソ戦っていうさ、ちょっと日本人の戦争観から離れたところじゃないですか、ある意味ね。そうですね。うん、それに対してちょっといろいろ調べ、まあ、させてくれたっていう意味で、いやーすごい小説だなって自分は思っちゃったのね、うんうんうん、そこがねまずすごかったなっていうのと、うん、もう一個あの狙撃のねシーンがめちゃくちゃいいんですよ、うんうん、なんかあの
戦争だからすごい音がなんかうるさい感じとかってすると思うんだけど、うん、その狙撃の描写になったところでね、めちゃめちゃ音が消える感じがしたというか、わかる。そう、なんていうのかな、そのすごい狙撃に集中している感じとか、うんうん、あと緊迫感のある感じ、要は狙撃って一撃必殺の話なんで、うん、相手を仕留められなかったらその銃弾の何発した音によって自分の場所がバレちゃって自分が絶対絶命のピンチになっちゃうみたいな、うんうん、そういうその駆け引きの描写みたいなのがあったりして、その辺の描写がね、うん、めちゃくちゃ良かった。この作家さんってなんかこれデビュー作らしいんだけど、そうこれデビュー作なの。そうなんだ。その辺のね、そのなんていうのかな、緊迫感の演出のうまさみたいなものも、これ演出っていう言葉を使ったら失礼なんじゃないかっていうぐらいちょっといいなって思っちゃったのね、うん、へえ。そう、なるほど、ね、まあ、自分はそういうところが良かったなっていう、うんうん、だからちょっとね、うんうん、あの特殊な感想かもしれないんだけど、まあ、私はそういうふうに思ったという、うんうん、いやでもいいですね。特にその劇のシーンって確かに、まあ、私もその戦争系のものって、まあ、映画とか見たりするんですけど、あ、例えばアメリカンスナイパーとか、あの本もあるし映画もあったりするんですけど、あの辺とかでもやっぱり狙撃の瞬間を描くときってこう時間をすごい引き伸ばして1秒をすごい細かくこう映したりするんですよね、その集中してる感を表現するために。多分それってまあ映像だったらまあある意味わかるんですよ、それやるのもまあ簡単というかスローモーションっぽく撮ればそれっぽくなるなって思うんですけど、文章でねそれがちゃんと伝わってくるっていうのもなんかすごいだろうなと思いながら今聞いてました。